イーペーコー、イーペーコーってかわいいな。ね、かわいいね、うん、なるほどね。ただね、なんかこれも結局さ、なんか形作ってって、うん、上がっ、なんか上がってたら、うん、あ、なんか役ついたわみたいな感じで。ちょっと計算やってよ、ここここやるんですか。わかりました、うん、じゃあ僕ちょっとやってみます。今、はい、今こっから計算です。はい、はい、すいません。めちゃくちゃ、はい、めちゃくちゃハイパイ良くないですかこれ。なんか黄色3つもあるよ、すごいね。いいのこんないいハイパイやって。ドラ2つあって、あ、ちなみに中岡さんドラは教えてもらった。ドラは黄色いやつ、うん、うん、なんか右左上のやつと、なんか左上の7って書いてるじゃんの前後1個上だ、7だから8、うん、だから8が黄色くなってる。 5も黄色いのは何で？で5は赤いじゃないですか文字。あ、はい、まあこれ深く考えずにこれ孤立してるのあるじゃないですか、うん、こういうのどんどん切っていけばいいんですよ。孤立してんのを切る、うん、仲良しばっかりでいいと。そう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 。でこの色が違うやつはお得だから、うん、できるだけ残しておいた方がいいみたいな。あー、セール品なんだね。そう、そういうイメージ。そうそうそう。うん、いいね。めちゃくちゃハイパーいいからね。ハイパーいいねこれね。上の CPU なんか感じばっかりまとまってるし。うん、これをさ夜寝る前にさ、うん、ユーロトラックシミュレーターをやった後に、うん、ベッド入って。これベッドの中で、うん、あ、ジャン玉をね、うん、やってんだ2回ぐらいやるわけよ、はいはいはい、楽しいんだよね。俺ドンジャラもやったことないのさ。あー、ドンジャラやりたいな。今中ちゃんはドンジャラ派だなって書いてあったけど、これはちょっと全くそんなのもやってないんですよ。もうリーチ、はい、カンチワンマチリーチで、うん、あ、誰か捨ててくれるのは早いんでパッと。いいね、いいいい、行こう行こう行こう。これは読めないいいリーチ。あ、そうなんだ、うん、幕末シドンジャラ欲しいな。すごいね。こんなこれちょっと見ただけでそんないい、やいい感じとかわかるんだね。うんね、これは上がれそうだね。僕ね、本当に今最低限のルールをようやく覚えて、うん、その中でなんとかやってるこのアプリゲームの力でサポートしてくれるじゃん、うん、うん、そういうのでようやく麻雀楽しいなって思い出したぐらいだから。そうなんですよ。てかそれでいいですよ、うん、じゃあ今ぐらいが一番楽しいんじゃない、うん、あのね、わかんない、点数計算もわかんないし、点数計算もね、あの、うん、自分であの覚えたら楽しいよ。ゲーム以外でやんないなら全くいらないし、ね、知らなかった、流れちゃう、流れちゃうんだ。流れないですね。あー、まあ、こういうこともありますよね。あー、なるほどね、うん、でこれ僕が今振り込んだから、うん、あ、全部取られるの。そう、僕から取られる、はい。あのね、僕は中学生の頃からやってます。中学から、まあ、中学からやってれば、うん、あれだね。中岡さんやってます？無理だよ、わかんないもん全然。じゃあここも計算やって。ここもうそうっすね、クソハイパイ。ちょっと勝とうぜ、この3人の力で。ソーズの5、ソーズの5、うん、あ、もう来るまで待つ。うん、まあこれでもあの積もれば満貫あるんで。あ、でも今やったら理解できそう、確かに。あ、来たやつでもいいのか。そうそうそう、自分の手持ちに。もったいない。来たやつ、もったいないか、捨てるやつかってことね。大丈夫、勝手にやってくれてんだ。そうですね。でも上がれるやつが来るまでもオート。そうですね。怖い、頼む。怖いな。もうちょっと待っても確かにね、よかったかもしれないんですけど。ああ、そうなんだ。僕結構早くかけちゃうんですよね、リーチ。僕怖くてリーチって出たらリーチするものだと思ってたわ。僕はすぐ結構かけるかな。ちょっと待って、ダメだったらすぐかけちゃう。これ過去に置いたやつで、うん、これがあっても意味ないんでしょ。今捨てた時だけだもんね。うん、そうそう、過去のやつダメ、うん、なかなか出てこないですね。へえ、ポロッと出そうな感じもしますけど。なるほどね。だからさ、ポンとかチーとかもさ、だ敵の捨て牌をね。あ、ゴン、あ、素晴らしい。あの、泣けばいいと思ってたから僕、本当に、はい、ポンとかチーとかやればいいと思ってたから。点数は低いんだ。いや、でも5200点だから十分ですよ。おーほーほー、上がるのが大事なんで。しかもトップからの直取りだからこれめちゃくちゃでかいんですよ。あー、なるほどね、そっかそっか。へえ。引き続き計算。あ、いいよいいよ。まだいいですか。引き続き計算で。やっぱり分かる人のプレイ見てると勉強になるんでしょ。こっちの方が勉強になる。うん、あの僕やってる時は口回ってないじゃん。何も喋れてないじゃん。綺麗に仕掛けてきた、ね。了解です。うん。不要牌なしみたいな感じでリーチかけてきたね。ロンって出たけど。あ、そうだ、出た。ロン。ロン。まあね、早くリーチかけてれば、うん、出てくるのさ。ああ、なるほどね。俺も麻雀始めようかな。あの僕マジで初心者だから。初心者でも楽しいからいいと思います。お、1位になったよ。でも 1位なってないっしょまだ。お、すごい葉っぱ来た。これは何を狙えるの。ほぼチーンイーツでしょ、もう全部ソーズ。ああ、はいはいはい、ならなんとか作れそう。
バレ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 もう捨て灰がさもうバレバレなのさ。ああもう竹捨ててないし、そう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 、こいつ竹だなみたいな。ああなるほど、ね、あこれはわかるわ。そうそうそう、確かに。あそういうことか。そうそうそう、そういうのから予測しろってことか。左の人もそれに近いって感じ。あでも捨ててるから違うのか。うん、まあ左もそうかもしれないですね。左は丸いやつ。あ多分そうですね、丸あでも丸いの、ま、丸染めですね。丸染めだ丸染め。ただそうなると上から竹がどんどん出てくるんで、うん、僕としては結構ラッキーみたいな。ああそういうことか。なるほどね。転廃しましたね。これダメだこれさすがに切れないんでですけど、うん、ちょっと切りますか。うわっああ怖いね。あもうこれはもうそのままいきましょう。 CPU 出してくれおお来た。え G で G で泣いて泣いてこれですね。なるほど。はい、これあと7くれば勝ちってこと。 あと8でも上がり、8でもいい、うん、あ5でも8でも5、8でも5、8、7で上がり。捨ててくれるの祈るわけだな。いけんじゃないこれ。5、7、8、8これ強いでしょ。あああああ、これで終わり。ラストラスト無理でしょ。次ラスト絶対出ないってこここれは何ノーカウント。まあ一応僕は天敗っていう形で、そうあのあ惜しかったね賞で1000円もらえ1500点。そうそうそう、はい、いやー惜しかったね。惜しかったっすね。でも確かに今のは僕にも分かったわなるほどね。これあれなんですか、んうん、リーチするときはやっぱ多面待ちが基本なの。うーんいやそうとも限らない。早かったらもうそのまま。積もっと読まとしてね。ああこれ次で終わりです。うん、うん、負けたからそう負けたんで、うん、上がれなかった。で親だとね点数高く取られちゃう。幕末もよく知らん、性癖でも見てるよ確かに泣きまくればいい。ああなんかどういう時に泣いてよくてどういう時に泣いちゃ悪いのかが分かんなくて。お子さんこれ結構重要な話なんですけど、はいはい、僕今2着じゃないですか。2着、はい、で残りトップとの差がもう1500点じゃないですか。1500点、はい、だから1500点以上で上がれば1位なんですよ、うんうん、だからもうすぐ泣いて今チュンドライ1で上がれるんで、もう安くてもなんでもいいから、安くても2000点あればいいんで、だから泣くし、そこは駆け引きなんだ。そう、ただチュンこなかったら終わりですけどねこれチュンってどれですか。中です。あ中、チュン、チュン、チュン。じゃあその泣いて上がっていい時っていうのは、うん、もう速攻勝負かける時とかだったらいいってこと。大丈夫大丈夫それは、うん、急いでな場を流したい時とかは、うん、急いでいいってこと、うん、これ後付けありだよね。ありありって書いてたから大丈夫。北短期待ちどうだ。でも本当僕世界違って見えるわ、うん、あのこれね、麻雀が分かんない。ディースケ君から北出る可能性あるんで、うん、あ本当、うん、この人に1球自敗は全部切るから、うんうんうん、うん、今考えてんだな。もう切っていくしかない。これは振ったらもうその時さそうねそうですよね、ですよね負けたやられたやられた。あもう最低点だ2000点なるほどね。やられました。負けました負けました負けましたあちゃあちゃこれでもう1位の人だけがそうですね、もう実質1対1だったんですよ今完全に。残念でしたね。でもすげえ K さんに変わった途端勝ちまくったわでもこれ2位だからすげえとかではないんだもん。1位なんだけど意味ないんだ。1位なんですよ。1位なんですよね。はあ。現実の世界だと1位だとボーナスがつくんですよ。うん。